こういう発達段階っていうのがありまして、まあ、よく参照されるのがローエンフェルトっていう人の、文面です。作画期とか作画期から症状期とか、まあ、こういうような、まあ、発達段階があるんですけども、まあ、それの、まあ、どの部分になるのかなっていうのを考察しています。で、まあ、発達とはまあどういうものか、もうちょっとこれ いっぱい発達のことも発達なんかも書いてたんですけど、全部削って削って、まあ、ドビテンが就学前の児童に切り下げているというところに注目して、作画期および前期症状に明確に限定されているんだということの、まあ、論文を山本さんの論文を引用しています。で、まあ、作画期とか小腸期はローエンフェルトによる、まあ、自己表現の最初の段階、名残学の段階、再現の最初のところにその根拠を持つ部分で、ローエンフェルト自身は、まあ、作画期というのはそれまで四つ足で移動していた子どもがですね、手が動かせるようになって、まあ、運動の喜びで絵を描くようになるというのが、まあ、作画期というふうに言われています。でこの後の小腸期になると何が違うかというと、殴り書きをしながらお話をするようになっていく。記者にもお母さんにも何も見えないけど、これは筆者とか、これは煙とか、これは買い物に行くお母さんと言ったりするというので、動作だけで満足していたのが、まあ、動作と創造的経験と結びつけるようになっているということで、運動感覚的思考から絵画を介しての創造的思考へと変化したというので、生涯のほとんどの思考が絵画を介しての思考と関係していることを考えるならば、この変化がいかに決定的でものなものであるかを理解することが、まあ、これ引用してるんですけど、ノロエ・フェルドさんによると、まあ、かなりその運動感覚であるとその創造的思考の変化の大きな違いがあるというふうに述べています。こうその運動的なものだけではなくて、何かこうちょっと、あ、これは何かに見えるとか見ようとしているというものがあるのではないかというふうに私はここの技術からも捉えました。なので、まあ再現性の要素はなくても、絵画を介した創造的思考の始まりを吉原は意識して参照していたのではないかというふうに結論付けています。まあ、吉原がドビテン創設に尽力した時は、吉原自身が絵画制作の原点を見つめ直し、人間とは何か、創造とは何か、といった根源的な問いを自らに投げかけていたのであり、それが子どもの制作に対する関心を向かったことは創造力だと思うということで、まあ、普遍性と内的思想で必然性を両方求めていたのではないかもしれないというふうに私は結論付けました。でこれは具体の初期と中期があるんですけども、この初期の具体が結構この子どもの技術をすごく参照しているんですけども、この具体初期について次のように述べています。オブジェに対する素材の選択、絵画を制作する手法、そして作品の設置方法に関して舞台の作家たちの発明の際に人をアゼンドさせることになった。とりわけグループが結成されてから3年の間に繰り広げられたスペクタルとかした作品の制作はほとんど避けがたいまで偶然性や不安性の強調を求めていた。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。でまあ、初期の舞台の特徴としての、この偶然性や不安性の強調っていうのは子どもの美術に貢献するものであります。また続く文面で述べているできた作品への無頓着さも、まあ、高妻さんという人が先ほど言った目的や結果としての作品ではないという、特に少女期までの子ども自身が作品と向き合うという理由を思わせます。結果として残された作品に特に関心が向けられなかったことはさほど驚くべきことではない。舞台の作家たちはこの点をよく理解しており、少なくとも活動の初期においてはこれらの残余を パフォーマンスや複数の媒体を用いたインスタレーションによって単なる伐採というのを特に重視することはなかった。力
しかしながら舞台グループが卓越した手並みを見せたのは、展覧会を巨大な遊園地と見なして、この中に幻想的な空間や繊細な彫刻的オブジェを発揮する発想の意味で、そこには一種の遊びの感覚があるんです。で、まあ、舞台が初期に遊びの感覚を取り入れていることへの力という動きが見られます。しかし、まあ、1957年にフランスの評論家でアル・フォルメルの擁護者というミッシェル・タフィーが来ます。しタフィーによる舞台の併合を受けることによって、吉原は最終的に彼のグループの最もラディカルな面を全て放棄してしまう。評論家の戦略は明確に作品の売り込み身に向けられており、結果的に舞台の活動を荒廃させたというふうに評されます。まあ、タフィーっていう人はですね、どんな人だっていうと、こういう感じで、これがタフィーですよね。違いますか？ティボさんどうですか？これがタフィーですよね。ここで吉原とタフィーとの出会いのシーンなんですけど。あ、そうですね。ね、うん、まあ、これのタフィーによって、あの絵画として、舞台作家は結構有名になるんですよね。たまたま大阪に行ったので、これ元永貞子さんですけど、この頃はもう、そのタフィーの加藤です。タフィーの方は結構こういう、いわゆるモノトーンです。流行ってるんですね。まあ、あのタピエが自分たちがやってる美術が日本でもこんな風にやってくれる、俺たちがやってることが東洋のここでもやってるぜっていうのを、まあ、売り込みたかったんですね。まあ、それに、まあ、吉原もよし乗ったっていうふうに思って、でも、まあ、世界的にそれで売れたんだけどっていうことですね。まあ、それをこの文章ではそんな肯定的にやってもらえてないですね。ただアリューみたいになっちゃって、で日本独自でその最初期にはあったそのワクワクした感じではなく、あの他の国でもやってて日本でもやってるアリューみたいな感じで紹介されてしまったということです。はい、まあ、橋本生徒学は非常にラディカルな学級で、まあ、橋本先生はついていかないし、まあ、戦後すぐなんですね、まだお若い方だったので、非常にラディカルな運用されていたようです。で、キリンも読むようになって、まあ、面白いので購入するようになったということですね。まあ、今ではあんまりちょっと考えられないですけど、当時は天秤でそういうことをやってたんですね。で、もともと詩人だったので、この橋本先生は詩の先生、詩の授業ばっかりやってたみたいで、授業中、僕は子どもたちにこの詩の急所はどこやって聞くわけです。人間にも急所があるやろう、急所を叩かれたら死んでもらうで、死んだってそれがあるんだ、慣れてくると子どもはもう分かってきて、この詩の急所はこれやというんです、というふうな、まあ、言語化する上で重要なポイントを意識するという部分が絵画表現に結びついていたのかなというふうには、まあ、ちょっとこの辺は、まあ、あくまで予測なんですけれども思われます。美術教育もよくし、いろいろありますね。チレイクさんですね、まあ、先駆者です。まあ、この人の本でも、まあ、抽象にから立ち去って自然を見つけるところにあったぐらいで危機に直面し始めるというのも、篠子さんはそういう知識もあったので、まあ、割と的にその抽象を書かせていたのではないかなというふうに思います。なので、まあ、教える側である行為も初期の大学さんの考えに子どもの創造の本質を支援する姿勢を続けながら現場に立つことは、作家として非常に重要な刺激を受け継げ続けられるということではないかというふうに私は考えています。で、また子どもの作品は稚拙とは違うと言ってて、意味で見ていて楽しく時々感心してしまいます。今中学生を教えてますが結構面白いです、はい。で、まあ、世間的な評価軸に合わせるのが教育であり、美術業界で生き残ることであると錯覚しがちで、まあ、私もそうしなきゃいけないと思う瞬間がいっぱいあるんですけれども、でも、まあ、やっぱりそこの本質の本質を自覚するということは重要ではないかなというふうに私は考えております。まあ、これが以上論文の発表でした。ありがとうございます。
これは堀尾さんの作品ですけど、まあ、なんか道美展に行ってスケッチしてたっていう話を聞いた後だったと、あ、子供の線っぽいような気がするなと思って見てみました。そう言われてみると、それを参考にしてるのかな。あ、これ、違いますね。こっちは堀尾さんと春さんと一緒に、このマートオフェアは東京に行ったらあったんですけど、ね、子供の美術を参考にしてるのかなっていう感じらしい。魔女をテーマにしたいなと思ってまして、まあ、なぜ魔女かと言いますと、この作品は石鹸でできてるんですけれども、ホビットの形をした石鹸で、滋賀県に、私は滋賀県出身なんですが、滋賀県にエコフェミニズムの琵琶湖石鹸運動という運動がありまして、まあ、琵琶湖の水が汚れちゃうから、ちゃんと天然の石鹸を使おうじゃないか運動があるのがあったんですよ。その運動を聞いてから、じゃあ石鹸で、作品をホビットの作ったら面白いんじゃないかなと思って、形が意味するものを、まあ、素材が洗い流すコンセプトで、作りました。で、このエコフェミニズムの活動と魔女の活動というのは微妙に、まあ、この時の次の機会の展示の時に説明してもらうんですけれども、微妙に繋がっていて、結構現代の魔女たちは自然環境の保護の活動から、まあ、魔女の活動になる方がおられて、まあ、イギリスにそういうグラストンベリーという場所がありまして、そこで環境活動を始めた人たちが、まあ、魔女的にルーツという活動を始めたというんです。それをちょっと聞いてから、じゃあ次は魔女を取り入れたいなと思って、魔女テストを取り入れたい。どういう意図とかも出てくる当時に。植物の知識だったり、石の知識だったり、そういう女性でもあったようなので、まあそういった意味で、このイメージ使えないかなと。でもインスタで上げてると山みたいって言われるので、風景かと思ったってよく言われるんですけど、風景のように見えるようにちょっとそうも見えるし、でも実は死みたいであってできないかなと思って書いています。で、女性の身体を扱う、まあ、フェミニズムでも女性の身体を使うんですけれども、女性の身体ってもそもそも別に何かこう卑猥なものではないというメッセージを渡せたくて使うということが絵画の時は使われる、そういう意味で使われることが多いですね。まあ、そういう意味で使われないかな、伝わらないかなと思って身体の一部を入れています。今魔女に興味があるので、魔女を連想させる女性を水彩で描いています。これはハリーポッターのハーマイオニー、でこれはグレタ・トゥンベリー、グレタ・トゥンベリーさんが描いています。大変映画を見ると、映画見たんですよ、最近ドキュメンタリーを見たんです。めちゃくちゃ人も集まっててすごいんですよね。その盛り上がる感じとか、すごい面白いなと思って、私はもう若い魔女の感じではないかと思って、などと考えながら水彩で描いています。で、これはですね、ジャンヌ・ダルクの映画に出てくるジャンヌっていう、ジャンヌ・ダルクの映画があるんですよ。で、ジャンヌ・ダルクも一時すごい人を集めてわーって盛り上がるんですけど、あっという間にその一旦シモンにかけられて、魔女として火あぶりになってしまうんですけど、まあ、そういう映画を見て、まあ、魔女っていうのはその時その時のなんかこう問題提起といいますかね、をして、非常に危ない目に遭う人ではないっていう感じをしているので、まあ、こういう絵を描きました。うん、その
さっきの論文では、うん、吉原次郎が中小に向かう時の内定必然性がなかったのではないかというところで、うん、子どもの海外に求めたのではないかというふうに私はあの論文では書いています。はい、わかりました。あの灰谷健次郎さん の、はい、あの私が出会った子どもたちっていう風なので、はい、あの何回かあの出てたそのなんかキーワード的な雑誌だったので、あ、それでこれなんだって思ってすごく感激したんですよ。で、なんていうのかな、あの、まあ、自分もまあ子どもの絵とかは好きだけれど、それをなんか論理的にこれはこうだみたいな形ではあの特に捉えてたことはなかったので、それで今日教えてもらえたのはすごく嬉しかったですっていうのと、 あとあの安田さんの作品 の、 あの、はい、なんか今日魔女をテーマにっていうようなことで運用されてるんですけれど、あのちょうどここに来る前にあのネットフリックスであの魔法少女マドカマギカ見てきたんで、ちょっとなんか不思議なシンクロニシティを感じた感じですね。あれ見たことないですけど、どういう話なんですか？ちょっとネタバレしちゃう、聞かない方がいい、聞かない方がいい。そうですね、でも見た方がいいです。で映画版があるので、ね、ぜひネットフリックスに。子供が何かをこう求めて手を伸ばすと、ああこれが欲しいのねって言って大人が渡したりとかするけれども、あのでも彼らはその彼らの視界はこう遠近っていうものが大人が同じふうに認識しているわけじゃなくて、あのそうやってあとそのこう手を伸ばした後に今度自分がこう動いていって対象のところで触るっていうことで初めてこう遠近っていう世界を知っていくとか、あのそういうことも何かちょっとふと聞きして思い浮かべたり、その幼児の子たちはねもちろん言葉を持っているので彼らの視界は一体どういうふうに発達しているのか。ロイフェルドさん自体はすごく古い人なので、あの文明が全部正しいかというかそうでもなくて、まあ一応それにのっとったらそうではないかという推論ではあるんですけど、ね、あのまあそうです。だから手づかみのものであるというか、運動的なものといきなりその視覚的になるというのは、まあ、変化といえば変化なので、まあ、分類が正しいかどうかというのはもちろんあるんですけど、でもまあいろんな分類がありますね、発達の中に。ただでも、まあ、今回の論文ではあの運動だけではなくてちょっと意思とか創造性みたいなものがあるんではないか、私は吉原次郎もそこを単に運動とかだけではなく意思みたいなことを意識してるのではないかなというふうにいろんなものを読んだ末にそう感じているというところです。そうです。だからエモーショナルな作品ってなんかまるで考えてなくてできるみたいなふうに言われてるけど、まあもちろんそういう部分もあるし、あの言葉にできないから作品を作るっていうのがあるんですけども、ね、でも意外に言葉とその作品は結びついてたり、その考えてることが出てるとか、何かで見せたいっていうのがあるんじゃないかなと思います。マヤのタイプ自体は一瞬でできるんですけど、ただでも荒っぽいとかが結構大変で、こうやった途端にこうまずパーッと走ってきて、お風呂場で洗って、水で、あのそのそれ以上あの進まないように止めて、でまた指導みたいなのをつけたりとかして、で慌てて作る感じなんですけど、その後のこの飾り付けみたいなのが結構時間がかかりました。後からいろいろ考えて、どうしようかな、どうしようかな、ちょっとで、まあ詩の話が結構多かったので、口から出てきてるとか、言葉であるとか、意であるとか、そういった要素を、呪文ですとか、そういったものを要素に入れたいなと思って、まあ、それをいっぱいつけすぎると、あれだしとか、いろいろ考えながら。なので、まあ、2月はちょっとそれを作ってました。これを作って